ども、練習ということがついてまいりますね。これはどんな習い事でもそうだと思うんですけれども、これをいかに円滑に進めていくかっていうのは、日々大問題だと先生方は思ってらっしゃると思うんですけれども、私は自分自身でもそうですし、私の生徒たちにやっぱりどんな練習をしてほしいかっていうことも、いつも心を悩ませてます。で、ですね、まあ、教室に通ってらっしゃる生徒さんは、どちらかというと年少の方が多いと思いますので、まあ、ちょっとそれを、そちらの年代の方を対象にした、言葉になると思うんですけれども、ですね、